コーラ飲んで、チョコ食べて、木曜の昼間にボールガイズ生配信。勝ち組の一日。 まあ、ようやくなんか、スタートラインに立ったっていう感じですよね、ほんとに。今まではアップというか、なんかほんとにやるかやらないか迷ってたみたいな。あの、なんか、藤原拓実が、藤原特典のね、あの、後継ぎ藤原拓実が、いや、俺車でレースなんてやだよって言ってたけど、レースって楽しいなってなった状況です、今、僕が。まあ、なんでこっからは、もうなんていうんですか、ただ走るだけじゃなくて、勝つための走り。ここにしっかりと重点を置いてやっていきたいと思います。 一番バカぶねえナイスいわちゃんよく見ましたここはね、あの、通れないという噂なんですけども、これ通る方法あります。バーって言って、ウリアーははははこれ一回飛んで、その上で、ダイブだへへ、ザ <laughs> コが。はい、一回飛んで、冷静さこそがこのゲームを制する。うん。はいはい,い,い、いていていフォールガイズ猛者の俺からするとこの授業全く問題ありません。皆さん見てください。余裕でクリアしてみましょう。ちょ、邪魔だな。バカおいおっしゃる飛んだ <laughs> すげえ<笑><笑> だいた棒高跳びみたいな弦で飛んだ、今。なあ。下の人間踏み潰して、何が楽しいんだ、貴様らそれでも人間かこのクソなもが。うわあ完璧なダイブを見せました素晴らしいえ、ちょっと、うますぎんかさすがにちょっと成長がやばいな止まらんな。これでもなんか、前なんか積んだよな、マジで。こんなんどうしようもないやんっていう状況になっちゃって。だから、あの、飛べる時に飛んどかないとまずいんだよ、ね、確か。いたえあっ。あっ。あっ。っ。 あはははは同じピンクローダーに殺された。弱い自分を認めなさい。そうじゃないと強くはなれない。強くなれる理由したら、レイオチャンネル。そういうことだ。弱い自分を認めろ。その上でどうしたいか考えろ。それだけでいいんだ。ここで積極的にダイブを使っていくダイブを積極的に、う、使っていく完璧ダイブを使っていく痛いって言っておいなんとかなったからいいけどよなんとかなんなかったらぶっ殺したけどね。 ありがとうございます。お前、平日の昼間の生配信があれねえわけねえだろ。普通に考えて常人いねえんだから、だって。<laughs> まともなやついないんだから。荒れるに決まってるでしょ、コメント欄なんて。バカ誰か、お前ら。これ俺の因縁のステージ。ちょっと待って、これ冷静やっていいっすかそれで黙らせてください。させ。黙ります。協力しようってあ <laughs> だたださ、出っ張りが出てきてるだけやん。でも周りに同じガイズがいることによって、もうめちゃめちゃなんか難易度が跳ね上がるんやな。だから人がおらん時にいかにあそこを突破できるかどうかっていうかポイントだって <laughs> 分かってたのによ怪事かほんまに俺は。毎回毎回沼ハマりやがって。遠藤さんまた、ギャンブルやらせてくれよこれ俺ね、サイドからの方がいいと思うんですよね。やっぱ人がいるっていう状況がいかに邪魔かっていうのがよーくわかるこのホールガイズっていうゲーム。 とにかく周りに人がいなければいないほどスムーズに進むことができるというのは、明白これは一位の香り飛び出してきてくれないか夏の魔物に連れ去らう。うー、ジャンプだ痛いたう、うダイブだいぶだよしもう一度だいぶここ一番の勇気だこれが手や。いて何はははは何今の見えない人にぶつかった。マイク近い臭いあ、マジでごめん。 <laughs> ごめんなんかごめんあの五感のうちを二つおかしてごめん耳と鼻とマンコだけじゃなくて穴でも攻めちゃったってことでしょうそれは申し訳ないわごめんなさい令和チャンネルによる 3P 大変申し訳ございませんでしたあ前に行きたいという流行る気持ちを抑えて冷静に交わせああ流行る気持ちを抑えて冷静に交わしたらこんなもんそしてサイドを走るここはビーズの侵略がああ地方に踊り出た令和チャンネルがしかし帰ってきましたベスト5これってマジ運ゲーやんのあのなんか 下転がってくるサラミに関しては実力やけど、それが運ゲーやな、マジで。バナナとか。だってもうだ、命じだ軌道。運ゲーだからどうするかっていうと、俺、男塾出身なわけ。見せてやろうか男塾名物直進工具これは真直、まっすぐ行った 男塾名物直進航空中一切一切方向変えるなまっすぐ直進直進直進じゃ絶対直進じゃあ直進じゃ,直進,じゃ,直,進じゃ直進し続けるしどんなものが飛んできても恐れるぞ直進直進くれあ助けてくれ先生これでいいですか先生二度とやらんもう。男塾やめます僕。 それで中退します。それからのトラマルみたいに、あの、ずっと牢屋の中でこうやって重り持ってます、こうやって。本当に大事なことって、勝利することなのかって言われると、僕は違うと思うんですよ。そう、あの、人を笑わせる、まあ、それに一番生きがいを感じるわけですよね。だからこそ、一位じゃなくてもいい。笑いという点において一位になれれば、僕は最下位でもいいと、そう考えております。そんな人間が、私、令和チャンネルなわけですね。そんな皆さんに最後に一言だけ言いたい。チンポ。 来たまて、男塾塾してた来た男塾一号生ヒット令和チャンネルじゃ男塾にはな、とある名物があるんじゃついてこいこれが男塾名物直進攻撃じゃ足りやよし行け男塾名物直進攻撃が欲しいぞ行け行け どうせ綺麗だっけははは、したした直射ゴーグ、直進ゴーグ直射中ああははは男じゃがめ <laughs> えませ先生こっから前に行けません男の風上にもおけ上手い。<laughs> ああ、行った行った。ああ、これ待っちゃいける。まだ間に合う。あっきり間に合いそう。あっきり間に合いそう。 よっしゃ危なかった体重回避 <laughs> 危ぶねレイマン数いるのええ、彼女お前それ聞くだよお前分かってんだ言えよ言えよバカ二度と聞くまだ間に合うかギリ二十九人いるかいやべえかもしれねえなんとか間に合ってくれ俺が車で耐えてくれよクリリピッコロおっしゃあぶねえ <laughs> <laughs> お、来たか <laughs> ちょっ待って待ってあちょっと わしは男塾塾生、一応せヒット令和チャンネルである見せてやる男塾名物ああ直進工具行くぞ直進、直進、直進である男は一度定めた道を外してはならぬ 飛ぶことは許される痛っ <laughs> ダメだおいダメだこれは <laughs> やめろやめろここでやめるこのなんか途中で途中退学男塾途中退学無理かあ、あああ <laughs> まあいろんなものも学ばせてもらいました怪人によって人を凶落とすことを大事さ男塾によって男を貫くことの大事さ様々な大事なことを学ばせていただきましたこんな私令和チャンネル言ってしまえば17号と18号を完全に吸収した 完全体となったわけですね。こうなってしまうとも、私は誰にも止めることはできません。ま、あ親を殺された、スーパーサイヤ人の孫とかが出てこない限りは負けません。スン。ここだ完璧これで、プロペラの動きさえ見てれば、回避できないプロペラなんてないんです。皆さん見てください。シャン、シ,シ,シ,シャン、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 期待は来ただぞ <laughs> もう一呼吸。もう一拍そしてここで飛べた <laughs> 行かせてくださいよ。 い <laughs> かせてあおおおなんとか言い方これは奇跡これはありがたいこの奇跡、あれから他なしマリエットリア勝者と敗者、分かれよあっ、かわいいって言とこれもー。はい。エントリーナンバーはレイバーチアンネムレディーファーイ !5 だったごめん。足場がなくなった。ならば足場を求めて予想へ行こう。

23人が第3ラウンドへ進出。この23人という数字、俺は嫌な予感がした。俺の大嫌いなあのステージが来るんじゃ、しっぽ折りあ、これ持ってたらいいんだっけね、そうだよね。なんか、複数人の何人かしっぽ持ってて、最終的にしっぽ持っれたらいいんだよね。はい、じゃあ皆さん、しっぽ折りの一番強い方法を教えます。えーっとですね、あ、見ててください。あ、あまあいいですよ。あ、これあの、 今、尻尾持ってますよね。あ、尻尾、あ取られます、一度。あ、まあいいです。はい。これ一切動けません。あのー、これ何かって言いますと、尻尾持ってる時間が長ければいいゲームだと、皆さん勘違いしませんか違います。これは、最後の1秒に尻尾を持ってたりですよ。どういうことかっていうと、要は、この時間って別にどうでもいいんですよ。何でもいい。 たまたま僕はスタート尻尾持ってましたけど、別に結局走ってもどうせ取られますから。ね。だから、それだったら別に持ってなくていいんですよ。ゆっくりこうやって待っとけ一いい。1分間ぐらい、こうやってお水とか飲みながらゆっくりしとけばいい。そして、僕が一体いつ動くのか。30秒いいよ、違います。まだ早すぎる。24、25、23、22、21、20、十 <laughs> まだ